よし、今ですね、石炭も結構余ってきたんで、これも輸出していきましょう。このダブルトレーラー、このダンプで石炭配送していきましょう。結構輸出増えてきたかな、石炭と。これもだいぶ余るようだったら、もう2、3台ぐらい追加しちゃうか。ああ、だいぶ賑やかになってきましたね。パイプラインもあるし。おおおお、どうした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 、あ？あ？ああ、もしかして燃料がなくなった。先に行ってほしかったな、それ。ああ、燃料がないんだ。石炭貯めるところがどっかあってもいいのか。これ今満タンなんですよね。車両もかなり増えてきたからな。自家用車とかも増やしたいですね。おお、すごいすごい。ここら辺街灯つけてもいいか。石炭と林業の街ですね。だいぶ木は少なくなってる。おお、人危ないな。人が引かれてるけど。まあ結構今、木材の運搬が盛んな感じかな。木材運搬トレーラーがかなり多いですね。はいはいはい。まあもう一個こう、共産主義圏の国境の方に街作ってもいいのか。ルーブル稼ぎたいんですよね。ドルで稼いでもドルの車両とかが少ないからな。いずれルーブルがなくなっちゃうと困るんで、ルーブルも稼げるようにしたいですね。今ドルしか稼げてないんですよね。あ、いいですね。すごい排気ガスがひどいな。あー、これかっこいい。頑張ってますね。うん、もう一台走らせて頑張ろう。これも売っていって、あ、そうだ、あと教会がなんか欲しいとか言ったんで、教会建てるか。この辺りちょうどワークショップで1個モスクみたいのがあったんですよね。これか。結構範囲必要。これで人来るかな。はい、ワークショップのモスクですね。普通だとモスクないのかな。これでまた人が増えるはず。あー、大渋滞になって、ちょっと待って。トレーラー多すぎかな。トレーラー多すぎですね。ちょっと売るか。やば。詰まっちゃったな。2台ほど売りましょう。資源が不足してる。そんないらなかったな。ここら辺が難しいとこなんですよね。木材運搬車両もう一台ぐらい増やすか。あ、なんかモスクも建ちましたね。レーニン像の横に立った。ああ、すごい、あ、すごいよくできてますね。きれいきれい。これで精神的な安らぎが満たされるかな。モスクできた。2人。580人まで入れんだ。めちゃくちゃでかいな。小さい教会も欲しいですけどね。もうちょっとでかい建物を建ってもいいですね。もう一個伐採所作ろうかな。これ全部拾わなきゃいけないんですもんね。これで見ると残り5145トン分ぐらいあるのか。
とんでもない量あんな。この石炭の配送を鉄道でやってもいいかもしれないですね。引っ張ってこれるかな。パイプラインが結構邪魔か。こんぐらい高さあればいけるのかな。それでつながりますよね。で、このパイプラインの下を線路を通せるんだったら、あ、いけそう。いけましたね。とりあえず鉄道はどういうふうにしようかな。これって人が必要なのか。あー、石炭溜まってますね。これだけを入れて、これで溜まってく。ちょっと斜めな感じで置いていくか。あとはここに線路をつなげて、一応信号もつけとけばいいか。よし、なんとかここで石炭置き場ですね、これができたので、列車かな、ディーゼル機関車またここまで持ってくるか。で、ダンプトラックはもういらないかもしれないな一応ここに道路を作ってつなげたんで、こっから直接ダンプは行くような形ですね。あ、待って、これまだ行けるようになってない。ダンプも2台ぐらい減らしたんですよね。で、新しい車両ですね。これあんま増やさない方がいいんだよな。ディーゼル機関車。どれにしようかな。安いのでいいですね。これかな。これで、50トンだから1回でもう、あれだな。いっぱいぐらいだ。2個も埋まんないですよね。埋まんのかな。もう1個ぐらいやっとくか。まあ 80% ぐらい貯めてもらって詰め込みですね。で、それをこっち側で打ってもらうと、うまく信号が機能してるかな。いける？あー、止まる？止まった。ちょっと待って。あ、動き出した。これがうまくいかないとダメですかね。あ、いいですね。信号も機能してた。よし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 。あっちが動きますもんね。はいはいはい。2両だけだけど、もっと長くしたいですけどね。木材輸送が意外といいかもしれないな。ちょっと寂しい貨物列車だけど、まあいいか。で、向かってもらおう。おー、だいぶすごいとこ通っていくな。火が。ここがパイプラインをくぐり抜けるところですね。いいな。これいいですね。いやー、もっと長い貨物列車にしたいな木材輸送の方がなんか儲かりそうな気がしてきたな。木材、木いっぱいありますもんね。木はかなり取れるかな。で、一応ここで石炭を詰め込む形ですね。さあ、どんぐらい。120トン分ですかね。あ、もうなくなる。
嘘。全然溜まってなかった。63トン分か。こんぐらいでいっちゃうかも。今前ので63トンだから、ダンプも全部いらないな。だいぶごちゃごちゃしてきましたね。これいいですね。ただ少ないな。正直貨物列車いらないな、この量だと。ダンプは完全に止めちゃおう。はい。ちょっとインフラっぽくなってきましたね。